おはようございます。おはようございます。今日から2学期です。頑張ってね、さやちゃん。もう夏休み終わっちゃったからね。今日ね、小学校は始業式で、お昼ご飯がありなんです。給食ありなので。空中カレーです。うん、今日ね、カレーみたいですね。よかったです。楽ですね。やっぱり給食があるとありがたいですね。空中カレーってさ、災害で食べるときのやつです。あ、そうなの？へえ、食べるんだって。そうなんだ。幼稚園はね、明日からなんだよね。うん。うん。なので今日午前中は、カイとリクは療育に行ってきます。はい。カイとリクのお弁当です。これが朝ごはんです。これかな。はい、さやちゃんどうぞ。はい。これ持って行ってください。いただきます。はい、どうぞ。うん。りくもご飯食べて。りくくんもご飯食べて。りくくんは明日からだからね、幼稚園。嬉しいでしょう。うん。さやは嫌なんだけど。学校が？うん。うん。早く冬休み入ってほしいか。僕も。そうね。けいくんおはよう。もう昨日の夜はさね、教科書がないだろさね。大変だったね、泣きべそ書いても歯ブラシセットもないって言って朝から探して新しく作りましたよ。本当にもうお片付けちゃんとしとかんとですね。2人とも早起きできてよかったね。行きます。はい。皆さんこの動画をチャンネル登録してくださいね。はい、いってらっしゃい。かいくん今日は寮行くね。お弁当持っていこうね。だって何？何？いちご。うん、いちごだね。だって何？それ何？かいくん。ラーメン。だって何？かいくんそれ何？卵焼きね。療育が終わりました。お疲れ様でした。お弁当残さず食べれた？うん、食べてた。かいくんは？はい、とも出てた。本当よかったよかった。で今日はね歯医者もあるから歯医者にも行こうね。あ、さ痛いのだったというと美味しくないもんね。痛くない。大丈夫だと思うよ。歯医者が終わってね、家に帰ってきましたよ。りくくん、さやちゃん寝てますね。疲れた？歯医者でね、頑張ったらいつもね、おもちゃをもらうんですね。でね、かいちゃん、どんなおもちゃもらったの？恐竜の卵もらったから、お水にね、これつけてたらね、恐竜が生まれるんだって。よし、どのぐらいで生まれるのか、楽しみですね。今日はですね、太陽に行ってきたんですけれども、りくくんのリクエストでグイね。あ、けいくん僕も食べたいの。うん、食べたいね。かいくんみんなあるよ。りくくんは緑と黄色どっちが好きなの？どっちもかな。どっちも？僕黄色も大好きだけどどっちも好き。本当？ちょっと待って、ここにかじりついてる人がいる。切ってあげるって言ったのに。フライングだよこの子は。ちょうだい。うん、スプーンね。大好きだもんね。どうぞ召し上がれ。ほらここにもお兄さんちゃんと座って食べて。ヤンキーじゃないの。かいくんもこちらで食べておりますよ。キウイもね、一玉ね130円ぐらいなんだよね。ちょっとね、焼き芋を作りたいと思います。安納芋と紅はるかだね。あ、ダメよ、それは食べれないわよ、硬いからね。よし、170度でまず1時間焼きます。今日はですね、夜皿うどんにします。かいくん、恐竜が出てきたみたいだね。何が出てきましたか？おじいたはとせのじいだ。はい、とんだ。いたとだとせ欲しいな。ティラノサウルスが欲しいんだ。トリケラトプスですよね。けいくんが駄菓子屋さんに行ってきたみたいですね。何買った？それ何？アクロバット？はい。飛行機だ。僕めっちゃ好きなのこれ。そうなの、うん、ママにお土産はないっすけど、なんかちょうだいよ。はあ、そう言われてもない。ケチンボですか。ケチンボですよ。ケイ君がセレクトしたのはオレオですね。あ、僕オレオめっちゃ好き。セブンスティックミルククリーム、チョコベビー、フランチチョコレート。ダメ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 だって。ケイ君のお小遣いで買ったんですね。はい、1000円ですよ。はい、1000円も全部使っちゃった。はい、私はね、マクドナルドにしようと思ったんですけど、うん、マクドナルドうまそうだなーって思ってたんですけど、駄菓子屋さんに行ったらもう駄菓子に夢中で、マクドナルドどころじゃなかったんでしょ。はい、これ飛ばします。うん、わお、2学期初日お疲れ様でした。はい、さやちゃん帰ってきたらね、寝てたね。もう昼寝してたね。疲れた。今日はですね、皿うどんです。食べれなくはないんだけど、救急カレーっていうのが出たの。なんか防災の時に食べる。え、じゃあレトルトパックで出てくるの。でそれをご飯にかける感じ。ご飯が入ってる。え、ご飯が入ってるんだ、レトルトパックに。面白いね。テレビをつけたらイオン鹿児島鴨池店閉店の様子が流れてきました。さやちゃんがね、ちょっとね泣いております。鴨池のイオンが閉店してしまったんですね。クレープを食べたりお買い物をたくさんしました。小さい頃からよく行った思い出の場所だったので、なくなるのが寂しいようです。よく行ってたよね、鴨池のイオンね。だから寂しいよね。今ねニュースでね、閉店のね映像が流れてね、みんなで見てたんですけど、ちょっとブルッときちゃいましたね。ちょっと寂しいよね。ママほらダイエーの時から知ってるから、さやちゃんが生まれた時にはもうイオンだったかもね。悲しいわ。うん、イオンもいてなったら嬉しかったんだけど、もう閉めるから。そうだね、鹿児島東海町に大きなイオンがあるので、やっぱり鴨池はもうなくなってもいい感じだったのかもね。自由研究出した？うん。そっかそっか。よかったよかった。金曜日まで頑張りましょう。おはようございます。小学校は昨日始業式でしたが、今日はりくくんが始業式です。ご飯美味しかったよ。ゴムが伸び伸びだね。またしないとね。ご飯食べたいね。うん。昨日ですね、作った焼き芋です。焼き芋やっぱりホクホク系とねっとり系があって、最近の焼き芋買ってもホクホク系だからねっとりならないんですよね。こちらがたいくん療育のお弁当です。これがママのお昼ご飯です。これね、安納芋買ったんだけど、結構ホクホク系なんだよね。硬いです。幼稚園頑張ってね。行ってきます。はい、いってらっしゃい。ケイ君いってらっしゃい。行ってきますわ。はい。行くよ。はい、久しぶりの幼稚園だ。もう来たね。よし。はい、りくくん、おはようございます。ニーニー行っちゃったね。またもう来た。僕も行く？うん。僕は今日療育だからね、療育に行くぞ。おう。ありがとうございました。りっくんお疲れ様。はい。楽しかった？うん。よかった。僕起きてたよ。起きてたね。明日からまた給食始まるからね。ふんって。ケットボタンも押してね。チャンネル登録もね。バイバイ。じゃんじゃん。コメント、グッドボタンよろしくお願いします。とっとしこね。